グローバルマネジメント学科はグローバルな視野を身につけながら主に経営学を学ぶ学科です。2年次全員参加の海外プログラムでは私はフィリピンに行きました。アジア開発銀行などに研修に行き毎日圧倒されました。グローバルマネジメント学科ではグローバルな視野と果敢なリーダーシップを持つ人を目指すために3つのコースを設けています。グローバルビジネスでは経営戦略論やグローバルビジネス、背景学などの企業経営を学び、現代のビジネスに不可欠なグローバルな視野で組織を動かすマネジメント力を鍛えます。起業家コースでは企業、事業承継、第二創業などに関して学び、社会や地域の課題を解決するための新たな事業を立ち上げる構想力や実践力、起業家マインドを身につけます。公共経営コースでは行政組織や地方自治制度などの公共経営を学び、地域課題を解決するための企画立案力を磨きます。私が最も参考になった授業はソーシャルビジネスプランニングです。その授業の中で実際にアイデアを振り絞り、事業になりそうなことを作っていく作業がとても面白かったからです。その中で様々な学生とコミュニケーションを取りながら、その事業のいいところや悪いところなどを考えていくといった過程もとても実のなるものになりました。私は将来英語を使ってビジネスをしたいと考えています。また英語だけではなく中国語などの言語を学び、実際に海外に出て活躍のできる人材になりたいと思っています。語学だけではなくビジネスを学ぶといったところが大事になってくると思うので、この大学で学んだことを通じてこれから頑張っていきたいと思っています。私が印象に残っているのは増産学です。私は13名のイノベーターの方のお話をお聞きしました。お話の中で会社経営のことはもちろんのこと、お一人お一人のストーリーやそれぞれの挫折を味わっていて、会社経営のことだけではなく生き方も学ばせていただきました。英語力はもちろんのこと、経営知識を生かしてどんなことも挑戦し続けようと思っております。